暑いなぁ。なんで最近こんなに暑いんだ。こんな日は家でゲームするに限る。おい霊夢、家で涼んでるのもいいが、視聴者からこんなコメント来てるぞ。お、なになに？次回、チームデスマッチで10秒以内で6キルするバッジと、15キル連続でするバッジを取ってみた。え、なにそれ？多分後でで追加されたバッジだな。なるほど、よくわかんないけど、そのネタもらったー。じゃあとりあえず、チームデスマッチやっていくか。じゃあやってきました。チームデスマッチ、さっき少し調べてみたんだが、だいぶ難易度が高いバッジみたいだな。しかも隠しバッジみたいだから、解放条件が書いてないんだよな。まあ今回はどうすれば取れるのかわかってるから、ガチで行くわよ。キャラもしっかりレースを選択してるな。まあ死なずに15キルなら、絶対にレースの方が取りやすいしね。あ、あと言い忘れてたんだが、今敵に弾当ててもダメージ入らないから。はぁ、え、どういうこと？まあやってればわかるさ。ほら敵だぞ。とりあえず撃ってみるわ。あー確かに少ししかダメージ入ってないな。ほんとだ、全然ダメージ入ってない。ってことは今チームデスマッチやると、チームデスマッチのダブハンはほぼ不可能ってことか。そうなるな。マジか、早く直してほしいわね。まあエイペックスだしな。後でしたら不具合が出るなんてよくあることだろ。なんか面構えが違うわね。地獄をくぐり抜けてきた者の顔だな。今少しやってわかったんだけど、これ10秒で6キルって相当難しくない？ああ、かなりとんでもないな。しかも今はもうディボーションはケアパケ武器だ。リロードする時間などを考えると、6キルは相当難しいんだぜ。一応意識してやってるけど、まず、6人が近くに固まってるなんてことがなさそう。しかもリスしたての敵は無敵時間があるから、10秒の間にそう何回も倒せないんだよな。じゃあ、敵を押し込みつつ、別々の敵を倒すことが必要ね。あとはあれだな、シンプルに敵の体力が削れてないと難しそうだぜ。確かに、フルの体力を削り、てたら時間がなくなりそう。とんでもないバッジを出してくれたなお姉さん。隠しバッジだしな。そりゃ難易度も高いのは当然か。あと一回も死なずに15キルも結構難しい。味方がキルしすぎるとその前に終わってしまうし、逆に前に行きすぎるとやられてしまうからな。チームデスマッチではやられても大丈夫っていう認識では取れないというわけか。それで言うと今のところ一回もやられてないし順調かも。そうだな、難易度で言ったら運が絡んでくるであろう。10秒で6キルが一番難しそうだな。とりあえずいつもより気をつけてやってみるわね。そうだな。やばやば、めっちゃ近くにて聞いた。あぶねー。さっきツイッターで調べてみたら、連続で15キルは3列っていうバッジで、10秒で6キルは絶好調っていうバッジみたいだな。ちなみにこのバッジは4キルから取れるみたいなんだぜ。2000ハンマー、3000ハンマーみたいにギャーがあるわけか。それは燃えるな。今割とテンポよく倒せてたんだけど、リロード入るとどうしても3キルぐらいで止まってしまう。やっぱりディボーション欲しいなぁ。ケアパケに行ったのが残念だな。あいつがあるだけでだいぶ楽になりそうだし。それだったら落ちてくるケアパケを取ればいいんじゃないか？そう思ったんだけど、やられると1回しか使えないから、なんか取るのが面倒になっちゃう。代打ここに極まれりって感じだな。ちなみに皆さん、私今のところ11連続キルしてます。はい、これで12。こいつも倒して13。あ、味方に取られたな。やばい、残り3人私が倒さないと。うお、急に出てくるなー。これであと2人、目の前にブラハを発見。落ち着け私、こんな時こそいつも通りに。次でラストだ。このコースきつくに決めたー。本当にギリギリだったな。横のミラージュが倒しそうだったから、ラッキーだったわね。このまま戦績を確認して、一応15キルできてるか見ておくか。はい、15キル0です。これで取れたのかな？じゃあロビーに戻ってみるか。なんかドキドキする。さあどうだ。さあ、早速見ていきましょう。はい、確かに15キル連続ね。思っていたよりもかっこいい。隠しバッジだからやっぱり条件を満たしたら出てきたな。いや本当に取れてよかった。じゃあ次は絶好調バッジを取りに行くぞ。無理な気がするなぁ。はい、結論から言うと、マジで無理。どうやっても敵が固まってくれないので6人なんて無理です。なんでこんなバッジ作ったの？ってなわけで、4人までは倒して、バッジも手に入ったので、その時の動画をどうぞ。根性論でも解いてやろうと思ってたけど、どうしようもないほど無理だったからやめたレベル。今の状況は、とりあえず前に出て、敵を倒そうとしている状態です。ずっと前を張ってるけど、無敵時間が長くてうまくいかないな。このパスもリスしたてで少し無敵だったわね。地味に倒しきれない。やばい、めっちゃ外してる。味方がカバーしてくれたな。このマップだとリス位置が近すぎてやりづらそうだけど、実際めっちゃやりづらい。でも今ニツのマップしかできないから仕方ない。じゃあそろそろ4キル行きますか。無たいな。じゃあ行きます。リスした敵がこっちに来ないようにズレを投げます。投げたらいつの間にかやってきたオクタン君の相手をします。マジで全然気がつかなかった。オクタンの相手をしている間にグレネードをだいぶ食らってるな。よし、こいつを倒せば3人目からのもう1人倒す。5人目も行きたいけどさすがに無理でした。まあこんな感じで4人のは取れたので一応報告。よかったらみんなも試してみてください。正直めっちゃしんどい。なかなか条件がやばいバッジだったな。じゃあ残りの時間はコメント返信していくぞ。さらっと言うけどソロマスすごい。ありがとうございます。動画で宣言していたので行くことができてよかったです。動画をすごく楽しみにしていて参考にできるからありがたいです。取り手が強いので使ってみてください。ありがとうございます。取り手はあまり使わないので今度使ってみます。大好きなチャンネルだぜ。ありがとうございます。
そう言っていただけてめちゃくちゃ嬉しいです。これからもどんどん投稿するので、よろしくお願いします。初心者で打ち合いに負けてしまい困っています。何を意識したらダメージを出せるようになりますか？打ち合いに関する動画をこないだ出したので、よかったらそちらをご覧ください。大まかにどんなところを気をつければいいのか解説しています。始めたばかりの方は特におすすめです。ソロマスターいけたけどイカペロしてダイヤに強制待機しました。ランクって降格やるの？今初めて知りました。てっきり上がったらそのままだと思ってたぜ。じゃあ次でラストにするぞ。早く次回が見たいです。ありがとうございます。編集頑張ります。とりあえず今回はこんなとこだな。よし、じゃあバッジの確認といくか。この下に多分、あったー。一番上が青色で、次が紫色になってるのか。全部かっこいいわね。とりあえずつけとこ。6人倒す動画は今度だそうな。本気で言ってる？本気だぞ。じゃあ今回の動画はこれでおしまいだ。よかったら、チャンネル登録と高評価お願いします。コメントも全部見ているので、質問などあったらどんどんしてください。じゃあまた次の動画で。バイ。ご視聴、ありがとうございました。次回もよろしくお願いします。